はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。いよいよ本日からね、ギルド大会が始まりました。予選第1試合となりますね。私はこちらの方を相手とさせていただきたいと思います。対戦よろしくお願いします。ちょっと今配置ちょっと見えたんだけど、選んだ理由は賢者女がいるから。全く当たったことがない未知数なのもあって、ちょっとね、エルギウス前か、ちょっと辛いね。そうか、これ避けらんないもんね。こっち来るもんね。こっちも来る状態で、エビルが貫突エビルなんですよ、これ。だメラがめっちゃ刺さりそうだし、ちょっと順番的にうちのピサロの方が後になってるんで、どうしようかこれ。どうしようか。ちょっとよろしくない流れですよね、これね。最初、あれを落とすか。これはどっ、一番下まで下がってれば OK な。じゃあ、しびれクラゲ、お前役割ある？役割ある？いや、あと他の残ってる、相手を見させてもらったら、もう貫突勇者とか3突4突あたりの人しかいなくて、ちょっと躊躇してしまいましたね。どうしようかな。1個目来るでしょ。1個目来て、で2は無理、3混乱入れ、4意をぶち込む、でこれ届くの？届かないよね。そう、勇者届かないんだよ。メラで行ってやりたい。で相手から食らった後に、意を食らった後に、賢者とエビルが来たら、それはちょっとね、落とされてしまう。リアルタイム対戦だったらいいけどね、最後に残ってればいいんだからいい話なんだけど、そうはならない。これちょっとまずいな。で他の子はどこまで射程あるの？そこまでね、賢者とかもそんなとこなんだ。いやちょっとこれ気使うよ。初手、エルギオスの方だね。こうした場合どこ狙ってくるだろうね。ギラ耐性が悪い方、ダメージが通る方を狙ってくると思われます。じゃあこっち側だね。ここだね。ここ多分ここ狙われるね。そうなのか。そっかくっついててもよかったかな。こうしようか。でこの子あたりの体勢見とこうか。混乱向こう、麻痺は等倍だから狙っていきたいね、そこはね。で賢者女はどう？麻痺長尺、混乱等倍。でも最初はエルギオスをやるんで、こうしたらこっち回ってきちゃうか。ピサロとセットにならないかな、うまく。こっちが ここに来られたら、勇者どうすんだ。ピサロどうすんだ。まあ魔剣は打ち込んでもいいのか。勇者、どうしようかな。これちょっと悪いな。じゃあこれこうしとくか。こうしておけばいいか。で左側に、左側か。これどこまで、そこまで来るわけだから、一応大丈夫か。焼けつくは効かないから打っても無駄です。ちょっと待って、最初引っ張ってくるか。勇者引っ張ってきて、エターナル、魔剣、
で落とせませんか。ちょっと待って、この子どこまで出る。あ、届かない位置か、ちょうど。あ、違う違う違う、ここだ。ここにすれば、引っ張ってくる。でもここだよね、3マス引っ張ってもここだから、引っ張ってきて魔剣打って、あれでまあ落とせるとしても、勇者を落とせるとしても、4-5エビルと賢者女のダメージか。それはどうなんですか。あー、ラーミア欲しい。ラーミアだったか。メラ、メラやばい。で、その射程、射程見たことか。あ、一応入ってない。で、この子は何してくんの、特技何。あ、ベホマラーね。それはよし。で、無属性の1から4と、バギドルマまずいか。バギドルマまずいね、多分。あ、ちょっと待って、いけるか、射程ここまでしかないわけでしょ。で、この子は、あ、メ、あ、メラ、誰か。で、バギドルマ。バギドルマいいとしても、メ、エビルのメラか。あー、なんでそこ呪文なんだ。あー、それ面白かったけどね。出て打って耐えれる、うちのドルマゲスで1400。どうだろう、引っ張ってきて、勇者のエターナルとあれで落としてしまう。こっちか、こっちで見て、ここで引っ張れる。ここだね、ここ、ここに OK。ここだ、ここ、こっちのこっちから打てる子。エターナルはまず無理だね、届かないね。あ、こっちもいける、いけるっちゃいけるんだよな。か、無難に1ターン目は待つ。で、2ターン目がね、素早さ上がってしまうのがよろしくないんだよな。でも一発はしのげるか。そうしますか。混乱な、混乱ね。これが入らない位置、ここで回った場合に入ってしまうんだな、あれが。あー、エリゲスどこで回るかな。こっちかな、こっちの方がまだダメージが入って、会心出たらやだな。魔剣とイオ不死鳥天雷をぶち込むっていう流れだよね。そりゃそうだよね。で、ここで回った場合にですよ、あれが混乱が打ちづらい位置なんだよね。で、こう変えとくか、こう変えとくか、こう変えとくと、ここ、ここ、この辺が可能性が出てくるね。で、勇者が、あ、違う違う、あ、いいわけか、入ってないもんね。で、エビルも入ってない状態、これでいきますか。これがいいのかな。で、こっち側は激減が入ってるから、半減が入ってるから、勇者が、こっちでは回らない、軽減か。うん、ここ、ここ、ここ、この辺だね。だから、混乱の息は吹きかけられる位置にいる。1、2、3、4。うん。で、ありながら、あと、あれよ。剣線が入らない位置で打ち込まなきゃいけないね。こうするか？こうした場合に？あ、これ入ってんのか。やめとこう。え、これでいいかな。よし、じゃあこれでいきます。はいはい、対戦よろしくお願いします。あ、そっちで回ってくる。あそこならまだ良かったか。で、これは次のターンに備えて、待機だね。で、これが剣線が当たらない場所、ここは当たらないと。もうちょっと近づきたいのは近づきたいけどな。待機で、この子はここで、混乱を入れておくと。ここで仕事おしまい、この子はね。一応確認ね、入らない。こ
ここでいいか、邪魔じゃないか。なんか邪魔じゃない、剣戦。なんか受けそうだなこれ、大丈夫か。だって次勇者どっから撃つつもりなのこれ。こっちの上の方からになっちゃうよこれ。大丈夫ね、エビル入ってない。1、2、3、3で打ち込む。で次こっから撃ったら1、2、3、届かない位置いっちゃうんだよな。いやー、まずったか、まずったか。勇者に打てない位置になっちゃう気がする。エターナルぶち込まないとあっちは落とせない気がするんだよね。うわ、ちょうど剣聖地だ。まあここで取ろう。びっくりした、今混乱出なかったかと思っちゃった。まあ、混乱取ったからよしにするっていうのもあるよね。あー、いやー、こう、あ、回復したか。回復したんならいけるか、いけるか。剣聖は受けれるよね。次エターナル本当にぶち込まなきゃいけないんで、こっちから打った場合1、2、3で届かない位置だもんね。エターナルぶち込む、エターナルぶち込む。え、次うちピサロ動いて、向こうのあれが動いて、違うか、一発は受けなきゃいけないんだ、勇者の一撃は。そうだ、勇者の一撃受けなきゃいけないんだ。次のターンでは落とせないから、ちょっと待って、1500キロ立ち。そうだね、落とせないんだ。バタフライ大丈夫かな。で一応少しでも削っておく。あ、まずった。そうか、これ何何何何、これ何、呪文耐性上がった、そういうのになるわけね。あー、ちょっと待って、どうしようか。次のターン、あ、次のターンは向こうが先来れるから、あ、結果オーライかもしんない。で、この子で麻痺がどうでしたっけ。麻痺、倒梅で、メラか、メラ大弱点。次のターンでエビルを行きたいね。1、2、3、4、届いてない、ここ届いてないよね。エビルは届いてるよもちろん。1、2、3、4、届いてないね。だからここで待機。そうか、でうちので落とせろ。落とせてない、ここで打ち込む。落とせてない、で一撃受けたとしても、賢者女は届いてない。ここ、それからファイヤーブレス、うわー、ちょっとエビル、なんで貫突エビル。麻痺混乱無理ね、眠りが取れるって感じか。うわー、ちょっと困ったなこれ。
あ、次あれが動けんのか、あれ動くか、あれ動いてあっちを落としちゃうか。次向こうの勇者でしょ。あ、向こうの勇者か。まあこれウト、これウト。次向こうの勇者ね。あー、ちょっと待って待って待って、エビル、エビル、どうするこれ。次バタフライ、あ、ちょっと待ってよ。次打ち込んで、あれでいけるかもしれない。次勇者が先動けるから、どっちにしろここを打ち込んで落とす。で魔剣は打っておくでいいか。そうしようか。これは一応入ってない。落としておく。 OK。 でこれどうしようかな、ここどうしようかな。激減ね。だからこういう状態、こういう状態、一応入ってない、こういう状態で、うちもまた次打ち込んでおく。これ、入らない位置、入らない位置かつ近づきながら、やっておきたい。入ってない。 OK。 でで、次エルディオスが動いて混乱解けるんだっけ。違うか、もう一旦混乱が残っている。3ターンじゃ無理かこれ。次うちの勇者が落とす。あ、三河市は切れるか。三河市は切れるよね多分ね。だからこの子は待機。怖え。で賢者女、一応当たってないか。で待機3段目。ここで エターナル、エターナルで落とさないとまずい。向こうの勇者だからね、これ見返しないでね。でエルギオスが動いて、あれが取れるはず、バフが。であと攻めろでいける、これでいいよね。これ落とさないからね、これでいいね。はい、でエルギウスが動いて、三河市切れたな。引っ張ってきて魔剣、違うか、違うのか。あ、ちょっと微妙な位置についたねこれ。え、魔剣で落とせんの、うちだったらこっちで無難にいっとく。こっちこれで、あれでまたぶち込んで、だってこれ魔剣でさ、エルギオス落とせないと思うよ私。いくつあるのこれ、だって360っていう気がする。こっち確率1体落として、麻痺だけ超弱。うわこれ大丈夫か。メラ一応弱点、エルギオスが落とせない気がする。でこれ見かわししないでね。はい、怖え。でこれでファイヤー少し入れとくで落とせなかったらおしまいです。誰か落とされてしまう。種族の池、よっしゃ
はい、対戦ありがとうございました。ギリギリだ。